はいどうもフラちゃんです。はい、じゃあ本日は烈風石盗んでいきたいと思います。本日やるのは天狗狩りということで、まあその前にまずは烈風石の値段を見ていきましょう。烈風石は1個あたりまあだいたい1万5000とか99個まとめ売りになってくると単価まあ1万6000とか、まあそうですね、だいたいまあ1個売りまあちょっとまとめれば1万6000になるって感じですね。なので今回はこちらを盗みまくっていきたいと思います。で本日やるのは天狗狩り、疾風天狗を狩りまくって盗んでいきたいと思います。構成はこちら、盗賊2人に旅芸人で自分が魔物使い、相変わらずまあ呼び続けて盗みまくるんですけども、今回の敵ね結構強い、なのでまあそこだけ注意してほしいなってところがあります。そういうわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきます。場所なんですが、こちら魂の食材からこちらの密林の北に飛んでください。まあそうするとすぐいるんでね。でまあ今回こちらなんですが結構強いのと、あとはねめちゃめちゃ出るらしい。1時間で烈風石60個集めたとか、まあそういった猛者もいるぐらいね。だから1個あたりまあ1万ゴールドで計算して、まあ60個だとまあ60万、だからまあだいたい 1.5 倍なんで90万とか100万ぐらい手に入るってわけですね。でこちら北の方に飛んでもらったら、下の方のまあちょっとあの高台的な感じになってる場所に行ってください。まあここですね、まあモンキーがいるところちょっと通り抜けて、でここ登る感じですね。でめちゃめちゃ強いんでそこだけ注意してください。でここに来るとほらいるでしょ、この疾風天狗を狩りまくっていきたいと思います。やっていきましょう。で必要体制とかは特にないんですけども、あった方がいいのは旅芸人にまず麻痺、これはねあった方がいいかなと思います。まだレアドロップとかねうまいことこうつけながらやってください。であとは盗賊ですね、そちらはまあ相変わらず普段から言ってる通り MP0 盗賊で、しかもあの盗賊の証をついたやつ、それを雇ってください。でこいつらね強いんすよ、めちゃめちゃ強い。耐性こそ必要ないけど呪文耐性はあった方がいいです。でまあ多くてもね3体ですね、3体呼んで、で、あとは、こう、倒せそうなやつ倒したら、また呼んで、まあ、それで、今度は、またね、攻撃して、いい感じに倒していく。これで、あとは、よいしょ。残念ながら1体しかね、当たることができませんでした。で、雄たけびとか結構効くんで、この辺も駆使しながらやってください。で、こいつらが雄たけびとか、まあ、その辺のショック状態に入ってない時に、一気に範囲ダメージで、まあ、あの、HP 半分以上削ったりすると、一気にね、自分に怒りが向いたりして、そのまま壊滅みたいなことあるんで、まあ、そこだけマジで注意してください。で、残り1体なんで、まあ、ここは、おっと、倒してしまった。まあ、しょうがない、しょうがない。それでは、最初の。あ、早速出ました。烈風石。この調子で狩り続けていきましょう。やっぱね、まあ、強い。ほんと強い。あの、お試しでね、フラちゃん10分ぐらいやったんだけども、何回かね、呼びすぎて全滅した。なんならあの、3体しか呼んでないのにもかかわらず、死人が出まくったりして、結構大変だったんで、まあやっぱね、呪文耐性はガチであった方がいい。で、まあ、おたけびして、まあ、1体でも沈めば結構ね、あの、簡単なんで。で、あとはまあ、ウォークライとかして、で、ウォークライが切れる前に、こう、いい感じに攻撃も重ねていく。よいしょ。で、赤行って、黄色こっち行ったから、あとは、そうだな、こっちの C 行くか。こっちにビーストファング決め込んで、倒して、で、残り1体なんで、こう、2体呼んで、で、あと効率よく盗ませて、で、さっさと倒して、で、さっさと呼ぶ。まあ、やっぱ効率命なんでね、盗み金策は。で、ちょっと今自分に怒りが向いてるんで、その辺も少し気をつけながら、うまいことやって、で、あとは、そうだな、何があるかな、疾風が溜まりそうですね。なので、まあ、1体ちょっと呼んでいくか、まあ、少しあの、アドリブも重要というか、まあ、この辺のうまい調整もしてください。で、これで、よいしょ。で、残念、倒せませんでした。A ペチでいい感じにこいつ沈めるか。よし。あとはどうしようかな。ね、ちょっと人多いな。よし。あ、大丈夫大丈夫。OK、いい感じ。まあ、このような感じで、もうとにかく調整。4体にならないように。もうちょいで倒せそうとかっていうんだったら4体まで呼んじゃっていいかもしれないけど、まあ、ただ、なんだ、白いやつを4体とか、そういうのは絶対やっちゃダメですね。いけそうだと思っても、毎回フラちゃんさっきやってね、まあ、それで死にまくったんで、で、まあ、これであとは自分が火力になるっていうことをしっかり意識しながらやってください。でバギクロスとか来ちゃうとそのサポートがね近づいてくれなくなっちゃったりするんで、まあそこはねちょっと自分離れたりしてサポートの動きも円滑になるように調整してみてください。でここはいけるね。よいしょ。まあどんどん倒してどんどん呼んでいかないとサポートが盗む標的を見失っちゃって
まあ、単純に金策効率が落ちてしまうんで、なのでできるだけ早く呼んで、できるだけ早く倒してください。それも死なない程度にね。このギリギリの調整こそが、まあ、やはり今回の金策の肝だと思いますね。さあどうだ。おお、あ、なんだこの宝珠の数、えげつねえな。ほとんど宝珠に埋め尽くされましたが、まあとりあえずレアは1個も出なかったって感じですね。よし、次やっていこう。最初から3体とかだとちょっと難しいんだよな。なんか呼ぶに呼べないし、まあ攻撃ぐらいしかないので、まあちょっといい感じにこう削っていきたい。よいしょ。で赤いで、でまあこれは4体呼んじゃっていいでしょう。4体呼んでウォークライとか使ったりして、あ、先におたけび入れとくか。おりゃ、よし、2体はまった、あとはウォークライ使って悶絶打ちで一気に総裁、よし、たまった。でこれでやればテンションもぶち上げされない、残念。まあただ黄色が3体なんで、ここはまあ白いの4体目呼んで、でここは疾風打ちで、あ、しまった、クソ、あいつ避けやがった。あ、やばい、ちょっと油断してた、ちょっと油断したんで、今どうなったかというと、はい、このように死人が出てしまいました。そうするとね、結構大変なんで、そうだったらちょっと残り1体ぐらいまでこううまいこと調整してみてください。でハッスル来たんでもう大丈夫。まあバイキルトショットとかもあるんで、まあここはとりあえず4体目呼んどくか。テンションと合わせていい感じのダメージを与えていきたい。おや、どうだ、いけ、テンション2段階バイキルショット強いんで、3体目呼ぼう。さっさと3体目呼んで、でバギクロスが意外と痛いんで、ここもねしっかりターゲットの人から距離を取って、まあなんかニアカだとね結構難しいかもしれないですね。この金策に関してはニアカって結局なんか弱い敵からやるのがやっぱ効率いいというか、まあ、精神的負担も少ないんで、まあなんでこいつめちゃめちゃ強いんでね、ニアカだと多分ねすげえ大変だと思う。いや確かに利益率的にはまあ上がるとは思うけど、まあただまあすごく大変なんで、やっぱ1アカウントでやるのをおすすめしたい。ここで3体目呼んで、あ、いい感じですね。せっかくだからもう全部呼んでしまえ。よし、L まで呼んで、でどこ行った、もう1体、あ、いた。これで疾風打ちを K に決め込めばいい感じに、よいしょ。でバギクロスも来た。ちょっとどうしよう、 J ぶっ倒すか。おりゃ、あー、ちくしょう、こいつね結構見かわしも高いんで、まあそこだけちょっとなんかめんどくさい部分はある。どうしようかな、何か特技がないな。よし、とりあえず総流打ちでもしとくか。スキルがねたまに回らないことがある。あ、必殺来てるんで、ちょっとここは盗賊の必殺をちょっとお願いします。あ、残念でした。空気読めないマサオが倒してしまった。あ、レップ石1個来ました、ありがとうございます。まあ結構出るでしょう。とこし、まあどうなんだろうね、回転率的にはちょっと弱めな部分はあるんで、まあそこに関してはね、まあ、あれだとは思うんだけど、まあただ1回の戦闘が結構長めな分、その必殺が来たりもするんで、まあそうなってくると、まあ多少なり効率は上がるかなと思います。ちょっと5体呼んでみるか。よし、ちょっと無謀なチャレンジで、これでウォークライ使って、で旅芸人がねワンチャン麻痺とかしてくれるんで、まあ、そこも願いながら、おりゃ、ちょっとやばいな、ちょっとやばいかも、すまん、頼む、どりゃ、おお、いや、ちょっと待って、なんかバギクロスって大丈夫か、あれ、あ、よかった、ギリギリ耐えた。自分はね体を上に呪文耐性つけてるんで、ちょっと今ギリギリなんとかなりました。まあいい感じですね。で、まあ3体目呼んで、まあ場合によっては5体呼んでもなんとかなるケースはあるけど、まあ、さっきガチでギリギリだったんで、なのでまあやっぱ基本は3体ですね。でまた呼んで、でまあウォークライ切れないうちにちょっともうなんかもう一発刻んでいきたい。よいしょ、2000ダメージ、 HP も8000ぐらいあるんだよなこいつ。なので結構ね大変、単純に倒すのが大変。よし、ここはバイキルショットで、おりゃ、で敵一体赤いんで、ここはまあ2体呼びで、でこれ何が来る、麻痺1体ぐらい来るかな、1体ぐらい麻痺ってない、残念。しゃ、じゃあここはおりゃ適当に倒して、3体にして、悶絶打ちが溜まってるんで、まあここは適当に、もうこれだな、よし、呼んでは悶絶、オッケー、
で、あ、残り1体か、残り1体呼んでしまおう、まあ、L が最後なんで、で呼んで、で L まで来たんで、ここはウォークライ使ってから L 行きたいですね。一気にこう疾風打ちかなんかで、よっしゃ行くぜ、おりゃよし、ちょやばい、ちょやばい、助けてくれ、おりゃよし、でこれで、お、また金箱、おー2個出た。いや結構2個出ますね。結構っていうか、あのさっきお試しでやってたんだけど、その時ね、あの4つとか出た普通に。でまあ大体10分ぐらいで烈風石8個ぐらい集まって、それでまあすげえウハウハしてたんだけど、まあただちょっと今回はね、あの開幕とか出が良くないですね。あ、とにかくまあおさらいで言うと、呼ぶ数は3匹がマックスかなっていう感じ。まあ、あとはうまいこと HP とか見ながら、まあ、敵の呼ぶ数をまあ4体にしたり、まあ、時には5体にしたりするのも大事って感じですね。まあ、必ずしも3体ってわけではない。ただ呼びすぎると事故の確率が大幅に上がるんで、マジで注意してください。でまあとにかく、あの呼んで倒す、それが自分の仕事。今回ばかりあの旅芸人が倒してくれないんで、まあ、今回ね作戦をバッチリ頑張れにしてるんで、まあ、あくまでもサポート的な火力しか見込めないわけなんで、まあ、そこだけちょっと注意してください。おりゃ、あ、ワンパンで倒せちゃった。ウォークライ入っててビーストファングやると HP0 でもワンパンでいけるみたいですね。でどうしよう、よし、ここをよいしょ、おりゃ、あ、ちなみに今回魔界じゃないんでね、マイン細胞のかけらができないっていう、まあ、そこはちょっと難点かなとは思います。まあ、ただ、うん、あのなんか前世紀のトコシエの虹ぐらい出る感じはある。敵が強いからなのか、内部のレア設定が高いからなのかは分かんないですけど、まあ、とにかく結構出るんでおすすめ。麻痺ってる時なんかはまあ4匹目呼んじゃってもいいですし。よいしょ、あ、かわされた、にかわしが高い。どうしようかな、なんか悶絶溜まってるんだよな。テンション悶絶いけるんで、ちょっとこれラストまで呼んで、でウォークライは溜まってないんで、まあ、ここは俺はテンション悶絶、よし、あ、やべ、殺された、すまん、やべ、あの こういうことがあるから、こういうことが何回も続くと事故る、事故ってそのまま全滅ケースがある。全滅したらマジで時間ロスなんで、ガチでこれはね全滅にならないように気をつけてください。で、うわ、もう盗んだろ、大丈夫、もう多分盗んだ、 OK。 また金箱、おい、また1個来ました。さ、しかも小さなメダルが来た。まあこのような感じで、あのひたすらこの辺にいる天狗を狩りまくってください。はい、というわけで間もなく30分ですね。まあここまでいろいろやってきたんですけども、結構ね5体呼びいける、あのというのもちゃんとやればいける。例えばこちらなんですが、 HP がね黄色以降に一気に削れると起こる性質があるんですよ。まあ、もしくは赤かもしれないですけど、なのでこちら雄たけびでショックを与えた上で大ダメージを与えるんであれば怒りを取らないので、まあ、そこで自分一人にターゲットが向いて全滅みたいな、まあ、そういったコースが限りなくゼロになる。まあ、なので、まあ、こういった赤とかは優先的に倒すとして、でまあ、こういうのがいい感じにいなくなったなとか、あ、こいつらなんかいい感じに炎症中だなっていう時は、まあ、方向やって呼んで、であとはおたけびなりして、でまあいろいろショックを与えたら、まあとりあえず範囲攻撃ないんで適当にグランドクロスとかまあやりますけども、よし、こうやれば、まあこいつらね、あのなんだショック状態とか入ってるわけなんで、なのでこっちに怒ることがないと。怒ると何があるかって、自分一人にターゲットが向くのと、また単純にこいつらの攻撃が 1.5 倍ぐらいの威力になるんで、めちゃめちゃ痛くなるということですね。なのでまあこういっていろいろこうやる上でショックを与えてから、いろんなこう強い攻撃をするということでやれば、割と5体呼べるんで効率はかなり上がるかなと思います。まああとはこう時間つぶしでおたけびとかして、よし、でまあ、白いやつには、まあ、ビーストファングでいい感じに調整したりして、であとは最後に疾風打ちでフィニッシュ。
おっと残念、ちょっともうちょい、あと何があるかな、ちょっと何もねえな、ちょっと特技は何もない、まあ、いい、総流打ちでじわじわと地味に終わらします。はい、最後烈風石1個。いや、基本的には烈風石1個はほぼ確定で入ってるみたいなもんです。まあたまにね入ってない時もあるんですけども、ただ基本的にはもう絶対に烈風石1個は入ってる。というわけで今どれぐらい取れたのかというと、烈風石30分で17個ということで結構取りました。これであればまあ1時間で30個とか40個それぐらい取れると言ってもまあ嘘ではないですよね。まあそういうわけなんで、まあ今回ねちょっと出が悪かったっす。お試しでやった時はね1回あたり4個とか2個とか結構出てたんですが、まあ今回は4個同時のケースとか1回もなかったんですが、まあそれでも17個取れたってことは、まあ最低でもね大体これぐらいは取れるんじゃないかなと思います。というわけで早速換算していきましょう。はい、というわけでお待たせしました、換算タイムやっていきます。まずはこちら、烈風石、まあ、今回のメインですね。17個でじゃあどれぐらいかっていうと、まあ1個あたりまあ1万6000ぐらいかな。まあ、今回は切りよく1万6000でやるとして、まあ27万2000ゴールド。まあちょっと切りよく27万でいきますか。で、27万で売って、で、あとは潮風草、こちらですね。まあ、これがね、1個あたり200ゴールドって結構高めなんですよね。だから舐めちゃいけない。だからこれ1個あたり200ゴールドにうまいことやると、まあこんな感じで、だいたいまあ1万5000ぐらいですかね。まあこれぐらいで売れるでしょう。まあということで27万プラス1万5000は28万5000ということで、これを単純に2倍するのであれば、1時間あたりだいたいまあ57万ぐらいですね。まあただ今回ね、ちょっと効率は悪かったかなと思います。まあというのも、フレンドがね普通に時給100万いくって言ってたんで、まあ、ちょっと教えてもらったところ、盗賊一人は完全に攻撃役にした方がいいみたいです。まあ、敵が強いんであんまり呼ばないっていうことは、盗賊が2人でそれで盗むやっててもお互いの手を余しまくるんですよ。なので盗賊は1人だけハンマーを持ってひたすらランドインパクトをさせるみたいな、まあ、そういうやり方であればもっと効率は良くなると言われたので、まあ、次回ですね、まあ、こちらの効率がいいバージョン、そちらも取っていきたいと思います。というわけで結構敵強いんで呼びすぎないように注意してください。まあ、慣れてくればどれぐらい強いのかっていうのが分かってくるんで、まあ、結構ね呼びやすくはなるかなと思います。というわけでこちら盗み金策としてはまあまあでした。まあ先ほども言った通り、新しいもの、まあ効率のいいバージョンですね、そちらも取っていきたいと思うので、まあ今回はあくまでもこんな感じの金策があるよということでした。ためになったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。